ときめきメモリアルガールズサイド2アマチク一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はゲーセンに行ってきたところですね。で、爆弾は解除したんだけど、あと1回裏付けてきそうだよな。またテスト期間中とかにさ。で、今日はあと今月空中庭園に行きたいので、そのお誘いをするか。いや、ちょっとデートやっぱ詰めすぎたかな。なんか中途半端に終わるやつが出てきたらやだな。はい、アマチです。ごめんなさい、今ちょっと電話に出られないんです。メッセージをどうぞ。どうしようかな。藤本しおりです。9月28日に空中庭園に行かない？聞いたら連絡ください。よしと、折り返し電話くれるのを待とう。あ、翔太くんからかな。もしもし。あ、先輩、僕わざわざかけてきてくれたのにごめん。ううん、気にしないで。でね、留守電のことなんだけど。よかった。うん、遊びに行こう。ほんと？じゃあ9月28日に羽ばたき駅で待ってるから。オッケー、楽しみにしてる。それじゃね。やった、早く9月28日が来ないかな。あ、そっか、もうデートか。今日はじゃあ水族館に行ってきたいと思います。待ち合わせに遅れちゃったかな。翔太くんは？あ、いた。ごめん、遅れちゃって。待った？おー、遅い。心配したんだからね。先輩？で、繋ぎたいなら、そう言いなよ。ほら。その服。え、この格好？うん、そう。結構似合ってるじゃん。翔太くん、この服割と好きみたい。よかった。ねえ、どこ行こっか。そうだな、巨大水槽でジンベエザメを見よう。うん、別にいいよ。じゃあ行こっか。はい。あ、間違えた。他の誰にもやっちゃやだよ、こんなことは。本当に大きいよね、この水槽。外に出られないのはかわいそう。うん、そうだろうね。広いところで思いっきり泳ぎたいだろうな。うん、いい感じだよね。先輩、そのまま見ててよ。ずっとさ、僕だけ。面白かった。また遊ぼうね、先輩。はい。夜なんか来なきゃいいのに。ねえ、この後時間ある？どっか寄ってこうよ。うん、大丈夫だよ。決まり。それじゃあ行こう。先輩、つないでく？せっかくだし。翔太くんと手をつないじゃった。ちょっと照れるかも。うん、話しちゃダメだよ。で、話したら許さないから。何なの？何？何？どうかした？何？ちゃんと見てるよ。だから先輩も僕だけ見てよ。好きにすれば？
人が見てるよ。なんかついてる？撮って、先輩。ねえ、先輩。いいでしょ？月の光のせいかな。キラキラして、綺麗だよ、先輩。はい？ああ、落ち着かない。はいはい。先輩の声、好きだな、僕。他の誰にもやっちゃやだよ、こんなこと。先輩って大胆なのか鈍感なのか。はあ、あ、飛ばしちゃった。ねえ、こっちに寄ってなよ。何？ちょっと！そんなに？ひょっとして僕に見とれてる？これは一回目だね。そうだよ。そう。嬉しいと思っただけ。悪い？ありがとう、家まで送ってくれて。先輩？もう夜だもん。無理だよ。どういたしまして。それじゃあ先輩、またね。翔太君に家まで送ってもらっちゃった？あ、翔太くんからメール。先輩のこと少し分かった気がする。もっと知りたいかも、だって。よかった。今日は翔太くんとすごく近づけた気がする。で、今日は空中庭園か。じゃあ、空中庭園に行ってきたいと思います。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。翔太くんは、あ、いた。ごめん遅れちゃって。待った？おー、遅い。心配したんだからね。はい？何もないだ。っていたずら？もう。あ、その服。え？へえ、似合うじゃん。いいよ、すごく。よかった。この福翔太君気に入ってくれたみたい。お、高そう。さあ、行こう行こう。はい。これって、信用してるってことなんだよね。カップルが多いよね。ここ。じゃあこれでときめき会話ですね。この景色を二人占めしたいんだよ。うん、そうだね。二人占めしたくなるよね、この景色。先輩と僕だけで。翔太くん。なんてね。もう先輩の夢見がちが僕にも映っちゃったよ。責任取って、もうちょっと一緒にいてよね。翔太くん。今日はすっごく楽しかった。先輩、また遊ぼうね。はい。僕と同じこと考えてる？ねえ、この後時間ある？どっか寄ってこうよ。
うん、大丈夫だよ。決まり。それじゃあ行こう。はい。隣に来いってこと。これでいい？翔太くんと腕を組んじゃった。ちょっとドキドキ。うん。ところで翔太くん。何？お、いいやつ来ました。翔太くんってどんなタイプの女の子が好み？そうだなぁ。先輩。え？え？そう、それ。すぐ真に受けるとこなんか、ものすごく好み。それって。うん。からかいやすさではダントツ。こういうのも真に受けるし、ほんと先輩は、おとぼけさんだよね。え？なんでもなーい。なんて言ったんだろう。ありがとう、家まで送ってくれて。はい？家に入らなくていいの？どういたしまして。それじゃあ先輩、またね。翔太くんに家まで送ってもらっちゃった。藤本先輩、やっと見つけた。そうそうそう、もう一回お家誘ってほしいな。あれ、翔太くんどうしたの？ねえ、今度の日曜日って空いてる？空いてるよね。うん、特に予定はないけど。気分転換でたまにはお城に行ってみない？ちょっとそれはね、行ってみないかな。じゃあさ、臨海公園に行こうよ。臨海公園ならいいでしょう。あ、ちょっと家が良かったんだけど、まあいいだろう。うん、喜んで。それじゃ決まり。じゃあ今度の日曜日、羽ばたき駅で待ち合わせでいいかな。オッケー、楽しみにしてる。それじゃね。翔太くんにデートに誘われちゃった。じゃあ、今日は臨海公園に行ってきたいと思います。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。翔太くんは、あ、いた。ごめん遅れちゃって。待った？もう遅い。心配したんだからね。はい。応援部で鍛えてるから。っていうか、先輩のエッチ。その服。え、この格好？うん、そう。結構似合ってるじゃん。翔太くん、この服割と好きみたい。よかった。遊覧船に乗ってみない？船？なんかいいじゃん。楽しそう。はい。そのまま見ててよ。ずっとさ、僕だけ。あ、来た来た。ほら、乗るよ。これって風の力だけで動いてるのかな。だったらすごいよね。それは違うんじゃない？さすがに。音も静かで気持ちいいよね。うん、海の上をスーッと滑ってるみたいだよね。うん、いい感じだよね。はい。他の誰にもやっちゃやだよ、こんなことは。やっぱり先輩と遊ぶのが一番楽しいや。また遊ぼうね。はい。まだ帰りたくないんだけど、僕。ねえ、この後時間ある？どっか寄ってこうよ。うん、大丈夫だよ。決まり。それじゃあ行こう。はい。
繋いでく？せっかくだし。翔太くんと手を繋いじゃった。ちょっと照れるかも。うん。話しちゃダメだよ。って。話したら許さないから。なんなの？いや。何？うん。いや、ちゃんと見てるよ。だから、先輩も僕だけ見てよ。ねえ。ああ、なんかついてる？取って、先輩。ねえ、先輩、いいでしょ？月の光のせいかな。キラキラして、綺麗だよ、先輩。はい？ああ、落ち着かない。今日は許してあげる。はい、先輩の声好きだな、僕。なに？そうやって触らないでよ。意識しちゃうじゃん。こっち来たい？うん、来て。もっとそばに。こんな風にしてもらえるの、僕だけって思っていいよね。ねえ、こっちに寄ってなよ。もっと。あ！ねえ、何？ちょっと！そんなに？何気になる？ほくろ。やった。あと二つか。これは二回目ですね。うん、そうだよ、ケラくん。うん、そうだよ。先輩の視線を独り占めできるからいいけどさ。ありがとう、家まで送ってくれて。先輩？夜なんか、来なきゃいいのにね。どういたしまして。それじゃあ先輩、またね。翔太くんに家まで送ってもらっちゃった？あ、翔太くんからメール。先輩のこと少し分かった気がする。もっと知りたいかも、だって。よかった、今日は翔太くんとすごく近づけた気がする。下にするか、どうするかちょっと迷うな。考えよう。もしもし、アマチですけど。あ、翔太くん、私藤本しおりですけど。あ、先輩、なになに、なんかよ。10月13日にゲームセンターに行かない？うん、いいよ、行こう。じゃあ10月13日に駅前広場で待ってるから。オッケー、楽しみにしてる。それじゃあね。やった、早く10月13日が来ないかな。あっという間ですね。はい、じゃあ今日はゲーセンに行ってきたいと思います。
と待ち合わせに遅れちゃったかな。翔太くんは、あ、いた。ごめん遅れちゃって、待った？おー、遅い。心配したんだからね。はい。二人で近づこっか。あ、その服。え？へえ、似合うじゃん。いいよ、すごく。よかった、この服翔太くん気に入ってくれたみたい。でさ、何して遊ぶ？メダルゲームがいいかも。うん、別にいいよ。それじゃあ行こうか。先輩？どうしたらいいかわからないから見ないでよ。ブラックジャックって難しいね。これでときめき会話ですね。翔太くん香り出しすぎだよ。機械相手に顔は関係ないでしょ。あ、そっか、言われてみればそうだね。あれ？ん？何？顔に出しすぎって、先輩、僕の顔ずっと見てたの？うん。じゃあ交代。え、交代？うん、だって不公平じゃん。今度は僕が先輩の顔見る番。ほら、早く。うん。今日はすっごく楽しかった。先輩、また遊ぼうね。はい。つないでようよ。ねえ、この後時間ある？どっか寄ってこうよ。うん、大丈夫だよ。決まり。それじゃあ行こう。先輩？くすぐったいよ、先輩。うん。ところで翔太くん。ん？何？来ました。翔太くんはどんな恋愛がしたい？先輩、熱でもあるの？それとも悪いものでも食べた？熱もないし、悪いものも食べてないよ。ちょっと気になったから。相手のことを考えたとき、楽しくなるはずなのに寂しくなったりするのは嫌かな。その人との間にどうにもならない壁があったりすると、そうなりがちなんだけど。なんでこうなっちゃったんだろう。翔太くん？ありがとう、家まで送ってくれて。はい？家に入らなくていいの？どういたしまして。それじゃあ先輩、またね。翔太くんに家まで送ってもらっちゃった。多分今週ほっといてもきっと誘ってくるだろうから、ちょっと今回で文化祭までやりたいのでね、埋めちゃおう。はい、天地です。ごめんなさい、今ちょっと電話に出られないんです。メッセージをどうぞ。どうしようかな。藤本しおりです。10月26日に水族館に行かない？聞いたら連絡ください。よしと、折り返し電話くれるのを待とう。あ、翔太くんからかな。もしもし？あ、先輩、僕、わざわざかけてきてくれたのに、ごめん。ううん、気にしないで。でね、留守電のことなんだけど。うん、遊びに行こう。ほんと？じゃあ10月26日に羽ばたき駅で待ってるから。オッケー、楽しみにしてる。それじゃね。やった、早く10月26日が来ないかな。
今年の文化祭は学園演劇ですので、皆さんぜひ参加してください。では、2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。学園演劇。よし、気合い入れて頑張ろう。って言って今日はデートですが。じゃあ、今日は水族館に行ってきたいと思います。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな？翔太くんは、あ、いた。ごめん、遅れちゃって。待った？もう、遅い！心配したんだからね。はい？で、つなぎたいなら、そう言いなよ。ほら。あ、その服！え？へえ、似合うじゃん！いいよ、すごく！よかった。この服翔太くん気に入ってくれたみたい。ねえ、どこ行こうか。そうだな。水族館に行こう。オッケー。それじゃあ、行こう。はい。先輩はどこが弱いの？参考までに。秘密だよ。水族館の中ってなんだか暗いよね。ヒムロッチがいる。じゃあこれでときめき会話ですね。壁に頭ぶつけそう。はい、お手をどうぞ。え？だからで握って、ぶつからないように引っ張ってあげる。いいんならいいよ。もう先に行くからね。あ、翔太くん、待って。今日はすっごく楽しかった。先輩、また遊ぼうね。先輩？僕と同じこと考えてる？ねえ、この後時間ある？どっか寄ってこうよ。うん、大丈夫だよ。決まり。それじゃあ行こう。先輩？顔、熱い。先輩のせいだからね。うん。はぁ、どうしたの突然。今日ももう終わりかって思って。そうだね。何？ため息ついちゃうくらい嫌なことでもあるの？明日。そういうことじゃなくて。じゃあどういうこと？今日もまた先輩に大事な話できなかったなって思っただけで。大事な話？それなら聞くよ今。一応僕にも考えてるシチュエーションとかあるし、心の準備もあるし。準備が必要なんだ。ああ、もう。今日は絶対言わない。この話は終わり。もう先輩、おとぼけにも程があるよ。ふう、ひどい。ありがとう、家まで送ってくれて。はい。家に入らなくていいの？どういたしまして。それじゃあ先輩、またね。翔太くんに家まで送ってもらっちゃった。きっとブーブー言うだろうな。お、やった。文化祭の話聞けるかな。翔太くん。あ、藤本先輩。何何？なんかよ。うん。ねえ、一緒に帰らない？うん、もちろん。行こう行こう。よかった。それじゃあ行こうか。そういえば、もうすぐ文化祭だね。そういえば先輩、演劇の準備進んでる？うん、順調だよ。
ヘマしないようにしないとね。全校生徒の前でミスったりしたら。もう、そういうことを言わないでよ。私が参加するのは学園演劇。準備急がなきゃ。本番前ってめちゃくちゃ緊張するな。あ、翔太くん、どうしよう、心臓がドキドキする。なんかこういう系なんだ。てっきり王子様系かと思ったけど、なんだろうね、なんか源の頼朝的な、なんかあの帽子ってなんか確か身分が高い人しか被れないんだよね、ああいう感じのなんかやつってね、あのひな人形みたいな。うん、お客さんいっぱい入ってるし楽しみだよね。あれ、もしかして先輩緊張したりしてるわけ？大丈夫だよ、どうせお客さんは台本なんて読んだことないじゃん。多少間違えたってバレないバレない。翔太くん、リラックスしてるな。ほら、そろそろ始まるよ。行こう、先輩。これより、羽ヶ崎学園、学園演劇を開演いたします。富士壺の君よ。どうか、どうか私と共に来てください。いいえ、それはできませぬ。なぜ？先ほど確かめたはずです。私たちの思いは一つだと。あれは偽りだとおっしゃるのですか？翔太くん、すごく真剣だ。あ、いけない。次のセリフは。いいえ、決して偽りなどではありませぬ。源氏、あなたは若い。年若きあなたと老いた私とでは住む世界が違うのです。それに。そんなことない。え、年なんて関係ない。年のせいにするなんてそんなのずるいよ。翔太くん、セリフ違ってる。僕はただごめん。あ、源氏の君。なんとか切り抜けた。話の流れは変わってないから大丈夫だよね。あ、翔太くん。先輩、さっきどうしたの？突然違うセリフ言うからヒヤッとしちゃったよ。ちょっと役に入りすぎただけ。なんでもないから、出番だから言ってくれ。あ、うん。翔太くん、本当にどうしちゃったんだろう。演劇で主役になれたし、いい思い出になったな。ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。